沈国寺は、福岡県宗方市吉田に所在する寺院。宗派は、真言、総室派で、別格本山。三号は、病武山。本尊は、大日如来。九州最国霊場第31番札書。九州八十八所霊場第88番。九州三十六不動霊場第34番札書。九州三十三観音霊場第1番札書。昔は、 宗形大社の神宮寺であった。自伝によれば、空海が第16次検討支線で、塔に渡航中に大暴風雨に遭遇した際に、海の守護神、宗形三神などに規制を込めたところ、波間に不動明王が現れ、右手に持っていった利権で波を左右に振り払い、暴風雨を沈め、空海は無事に日当することができたという。その後、長安において、 清流寺の経過を祥うより、神言の秘宝を授かり、806年に博多に到着し帰国すると、まず、宗方大社に礼参した。その時、病部山の随分がたなびくのを見て、奥の因岸屈において、手法を始めたところ、この地こそは、神護国家の根本道場たるべき霊地というお告げを、聞き、一羽を混流して、病部山鎮国寺と号した。この頃空海は、 太宰府に数年間滞在している。小室派人なじ第50世門関、立部雄道道派前館長の自房である。なお父の立部、随友も御出派、第43世門関であった。本堂の前に咲く、梅の花、2014年2月棟方大社のすぐ、東、釣川を渡った、小高い丘の上に鎮座する。 境内には多様な花木が植えられており、花の寺とも呼ばれている。本堂は、慶安3年、福岡藩二代藩主、黒田忠之の再建。4月28日の未開帳される秘仏の木造不動明王立像は、国の重要文化財。五仏道の仏像群は、福岡県指定文化財。宗方市の名物、饅、ま、頭の鎮国は、鎮国寺ゆかりの饅頭。 菓子店、沈国饅頭の鼓への商品、ありがとうございます。